どうも、SK です。今回は POC の地ですやっていきます。今回は後付けでやっていきます。今回はね、またね、前回と引き続き、また好きな人にね、向けて歌を歌っていきたいと思います。今回はね、バンプオブチキンの、天体観測という歌を歌っていきたいと思います。下手くそなりね、歌うので、聞いてください。午前2時、踏切に望遠鏡を近づいてた。ベルトに結んだラジオ。雨は降らないらしい。ふにゅっぽに君が来た。大げさな荷物背負ってきた。始めようか、天体観測。ほうき星を探して。深い闇に飲まれないように。精一杯だった君の震える手を握ろうとしたあの日は、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。静寂の日に抱いていくつも恋が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今という大きい星、君と二人追いかけてた。Oh yeah! ああ、気がつけばいつだってひたすら何か探している。幸せの定義とか悲しみの置き場とか、生まれたら死ぬまでずっと探している。さあ始めようか、天体観測。ほうき星を探して、今まで見つけたものは全部覚えている。君の震える手を曲がった痛みも、知らないものを知ろうとして、望遠鏡を覗き込んだ。暗闇を照らすような静かな光探したよ。そうして知った痛みを、未だに僕は覚えている。今という大きい星、今も一人追いかけている。Oh yeah! ああ。伸びるにつれて、宛名のない手紙も、触れるほど重なった。僕は元気でいるよ。心配事も少ないよ。ただ一つ今も燃やすよ。お外れの雨に打たれて、泣き出しそうな君の震える手を握れなかったあの日を、怯えてるものを見ようとして、望遠鏡をまた担いで、静寂と暗闇の帰り道を駆け抜けた。そうして知った痛みが、未だに僕を支えている。今という大きい星、今も一人追いかけている。もう一度君に会おうとして、望遠鏡をまた担いで、前と同じ午前2時、踏切まで駆けていくよ。始めようか、天体観測。2分後に君が来なくとも、今という大きい星、君と二人追いかけている。Oh yeah! ああ。こんな感じです。ちょっとね、うろ覚えのとこもあったんでね、ちょっとね、出だしとかが、また下ったとこあると思うんですけど、まあ、必死に歌いました。こうね、ゲームと歌ってなかなかないと思うんでね、まあ、見てもらったらなと思います。最近はね、ほんと毎日ゲーム、毎日ね、電話、して、いただいているので、本当に嬉しい限りですね。楽しいしね。でね、会う約束もね、したんでね、これからすごい楽しみですね。まあ、早くその日が来ないかとね、思っておりますけどね。
ええ、こんな感じですね。そうだ、あれもやっとこうかな。ちょっとここで。待たせたな。どうも皆さん、こんばんにちは。スケです。今回はね、歌を歌ってきました。どうだったでしょうか？なかなか歌えないぞ、私は。PS4 付属してるね、なんだ、イヤホンみたいな、なんかマイクで今回もやってるね。ちょっとね、音質がいつもと違うかなとは思うんですけど、その辺は、ご了承ください。またね、次もね、歌っていきたいと思います。ちょっとね、久々の実況なんですよね。後付けとはいえ。ずっとゲームしてて、実況撮ってなかったんでね。あとなんだろうな。まあ、個人的にちょっと歌いたいのが、デジモンとかのバタフライとか、あとはね、なんだったっけな。あとは、ガッシュベルとかのかさぶた。大人になれない僕らの、みたいなね。あれもね、ちょっとね、それと、二つ、デジモンのやつ二つ、歌っていきたいと思います。逃げも隠れもしないから、笑いたいやつだけ笑え、せめて、みたいなね。あと歌っていきますので、またこれ見てもらったらと思います。というわけで、今回の動画もご視聴ありがとうございます。またね、次回の動画でもお会いしましょう。ちょっとね、動画の感覚がね、ちょっとね、バラバラで申し訳ないです。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。本当楽しみですね。早く会いたいです。バイバイ。